はい、POG2022 から23注目クラブウーマチェック、ロードサラブレッドオーナーズ編、その2ということで、今回はロードサラブレッドオーナーズさんのロードカナロア以外の3区というのをチェックしていきたいと思います。秘密基地小平組総集8でございます。こちらね、ロードサラブレッドオーナーズさんといえば、結構ね、昔から活躍馬を出している。それこそね、短距離の最強馬ロードカナロアを輩出したりとかね、レディーなんちゃらでね、レディーパステルで多く使ったり、非常に活躍してきたところ、レディーのね、冠名外して、牝馬はね、冠名なし、牝馬は冠名なしっていうのが結構いろんなクラブでね、もうトレンドになりつつあってね、どうしても冠名がついていると、牝馬の場合はね、繁殖牝馬として色がついてしまうっていうことでね、売り先が少なくなってしまうみたいなところもあって、冠名ないところ多いんだけどね、そんなわけで、活躍馬を出している両血ぞろいのロードさん、チェックしていきたいと思います。というわけで、今回の1投目、フィレット牝馬、父エピファネイア、母ルアンジュ、母父マンハッタンカフェ、募集価格2000万円で藤岡健一厩舎、お母さんの兄弟にね、ロードゴラスト、重賞2勝など、お母さんの兄弟がしっかり活躍をしている品型。お母さん自身もね、新馬勝ちをしていたりするように、活力のあるというかね、勢いのある品型であること自体は間違いがないというところだと思います。父エピファネイアの種付け量も爆上がりで、正直、エピファネイア産駒で牝馬とはいえ2000万円って激安だよね、というぐらいの、種付け量に一気に跳ね上がったんですね。もちろん種付け量から種付け時の種付け量からすればこのお値段で妥当なんだけれども、それにしてもお得感があるお値段というところになってはしまっています。それだけエピファネイア産駒っていうのは期待値が高いというふうにも言えるのかなと。サンデーの 4×3 というね、エピファネイア産駒で狙いどころのインブリードをもちろんこの馬も持っているという点を踏まえて、チェック対象には当然なってくるんじゃないかなというふうに思っております。そして今回の2投目、ロードラディウス、ボバ、父ドレフォン、母ポプラ、母の父フランケル、募集価格2600万円で立東の森田厩舎。お母さんはね、持ち込みで走った馬で、未勝利で終わってしまいました。ただね、そもそも母父フランケルっていう時点で、フランケルのね、種付けの扱いからして、今はもうフランケルもリーディングサイヤーになりつつありますし、フランケルを種付けできるって時点で優秀な品系で、お母さん自身もそこそこ結果を出しているぐらいの馬じゃないと種付けさせてもらえないというところ、つまり母の父フランケルって時点でもう品系も優秀だってことでもあるんですね。その上でね、ドレフォン産駒も初年度がね、非常に結果を出している。皐月賞まで勝っちゃいましたからね。ドレフォン産駒という時点でも期待をしたいところ。品系も優秀。お母さんが未勝利で終わった点だけが唯一気がかりみたいなところで、その分ね、動きがどうなんだろう、反路でどうなんだろうとかね、そういったところのが、話がポツポツと漏れてくるようでさえあれば、もう当然のように注目をしておきたいところ。なのでね、母の父フランケルっていうのも当然成功してくるだろうし、ドレフォンも成功をしているという点で、これは当然のチェック対象だと思います。そして今回の3投目が、スノーファンタジー、牝馬、父ジャスタウェイ、母レジデンス、母の父ケープブランコ、募集価格2000万円で立東安田翔吾厩舎。お母さんのお姉さんにエリザベス女王杯を連覇したスノーフェアリーがいるという両決。スノーフェアリーはね、エリザベス女王杯連覇を含めて G1 を6勝しています。もちろんね、お母さんのお姉さんがエリザベス女王杯を連覇したスノーフェアリー、お母さん自身は祖母の出産年齢を考えると、ちょっとね、そこから繁殖能力が落ちてからの産駒なのかなという気はしてしまうんですが、とはいえね、スノーフェアリーの品系で、スノーフェアリーがね、ちょっとあれなんで、スノーファンタジー、このね、品系が、日本で走るという点でちょっと注目なのかなという気はね、してしまいます。この馬のお姉さん2頭が結果を出していない、
まあ、母の父ケープブランコも、まあ、ちょっとね、日本では重すぎたのか、種牡馬としては結果が出ていないという点、気がかりな点はありますが、まあ、優秀な牝系ということで、まあ、ここからの巻き返しには期待をしてみたいなというふうには思っています。まあ、そして今回の4頭目、ロードディフィート、牡馬、父デクラレーション・オブ・ウォー、母カディーシャ、母の父ダイワメジャー、落札価格1700万円でね、サマーセールで購買をしてきた馬で、まあ、募集価格は2400万円。まあ、美保の和田祐介厩舎。まあ、すでに入厩済みということでね、非常に順調ということになっております。まあ、デクラレーション・オブ・ウォー産駒が出た後の方がいいんじゃないかなとかね、ダイワメジャーもね、サンデー系の中ではパワー系だよなというあたりで、最終的にはダートに落ち着くんじゃないかなっていうところはあるんですが、まあ、とはいえね、すでに入厩済みで、6月、7月ぐらいにデビューしそうな勢いで調整が進んでいるという中でということで考えると、まあ、デクラレーション・オブ・ウォー産駒ってどうなのかなとね、様子を伺う意味でも、まあ、種牡馬縛りとかね、新種牡馬ルールなんかがあるようなとこだったら特にということにはなりますが、まあ、チェック対象にはなってくるんじゃないかな。これは注目をしておく必要が一応あるんじゃないかなというふうには考えております。で、今回の5頭目、ロードさんのラストが、デアデルマーレ、牝馬、父シルバーステート、母アルセナーレ、母の父黒船、募集価格1600万円で、立東の坂口厩舎。お母さんがね、3着関東オークスということで、ダートではあるんですけども、オークス3着、まあ、3歳戦から結果を出した、 POG 期間から結果を出した馬と言ってもいいでしょう。まあ、ロードのね、募集馬の中でも非常に人気だった部類です。まあ、そしてね、シルバーステートも、自身のね、仕上がりの弱さ、体質の弱さから来るようなね、体質の弱さを見せる産駒もいるにはいましたが、なんだかんだね、大物というか重賞クラスの馬っていうのは何頭か出てきていて、まあ、評判通りというか、福永祐一がコントレールに乗った後も、僕が乗った馬で一番強いのはシルバーステートでしたみたいなことを言うぐらいの逸材だった父の産駒というあたりをね、まざまざと見せつけてくれるようなというか、まあ、多少なりともね、それを証明するような種牡馬成績っていうのは出していると思います。まあ、なのでね、シルバーステート産駒には初年度に引き続き注目をしていきたいな、2年目も注目をしていきたいなという中で、まあ、お母さんがね、一応の活躍馬、期間内から走れそうだと。まあ、シルバーステートのね、産駒、芝向きの産駒が非常に多いので、まあ、お母さんはダートでしたけれども、この馬が芝で通用するようなら POG 的にも十分稼いでくれるんじゃないかなということで、これもチェックさせてもらって、まあ、今回ね、ロードさんの、ロードカナロア産駒以外の5頭、これで合計10頭という形で紹介をさせていただきました。以上、ハッチーでした。